叫び続けてやる。前回伝えれば叶うなら1000回だって伝えるけど、そうそううまくいかないのがいわゆる片思いってやつで、沈黙が怖すぎてついつい喋り続けてしまうよ。本当に言いたいことはいつでも他にあるのに、君があんまりに優しくうなずいてくれるから、調子に乗ってるうちに日が落ちてくる。